その敵か真に手に汗を握らしめるものがあります。召喚あり、前線へもたらした新聞に故郷遥かに秋を忍ぶ勇士の感慨。飯盒のご飯が温かい夢を立て、野戦郵便局には銃後からの激励が慰問が山と殺到しています。全面の敵軍と対峙しつつ、第一線を守って一健康たる我が将兵が戦いの暇に描き出すシャクシャクたる余裕。一番来い、負けるなと大変な力の入れようです。それも通り、この相撲は第一線部隊が何より不自由しているタバコの懸賞付きとあってはどうしても負けられません。上海全戦線にわたる我が軍の攻撃体制はいよいよ完成。大乗鎮、行幸鎮、公安鎮の敵が拠点と頼む賢人に対して今や華々しき総攻撃の秘めとは切られんとし、江南の矢を圧して戦機は刻々に迫っております。烈々たる祖国愛に燃えた我が皇軍の加賀なる肉弾突撃に、上海前線の敵軍は今や非常なる動揺を示すに至りました。今の戦士軍用犬も第一線を駆け巡り、フリークを泳いで重要なる通信連絡に活躍しております。座北の岸壁と相対峙し、一歩一歩敵陣地を脱出しつつ、卑怯にも毒ガス弾を用い始めた品軍に対し、ガスマスクを用意して進撃する海軍特別陸戦隊の優先奮闘。陸軍の全面的進出と呼応して、座北の品軍は日一日追い詰められております。ことには空軍の連日にわたる敵陣地爆撃はその総列、
県城攻略に移り、新鋭戦車隊は勇躍してこれに参加。我が軍の勇猛果敢なる攻撃に宝山県城もまた我が軍の占拠するところとなりました。この時は大毎頭日ニュースキャメラマン川口氏は完全第一線有志とその功を共にし、壮烈敵の手榴弾によって名誉の負傷をなし、ニュース戦線を尊い鮮血に彩ったのであります。上海の戦線富に緊迫、中にも最も壮烈を極めたのはあくまで難攻不落と誇った軍港路一帯における激戦でありました。江南の秋ようやく訪れて時に9月4日、我が軍将兵の行き盛んにして天をつく。勇敢なる我が軍は肉弾また肉弾、さては決死地雷化によって敵を攻撃、かくて海陸空三方面よりなる猛攻撃、ついにウースン砲台はじめ軍港路一帯は我が手に帰したのであります。石化層より西太鉄道に沿って山西省の首都大原に今皇軍堂々の大進軍は開始されました。見晴かす頂上たる山々、敵は4カ年を費やして築いた無数の統治下によって虎尺にも皇軍に挑戦してきたのでありました。山また山を越え我が小糸部隊小林部隊は勇猛果敢、ついに家屋三世の小京に達し、ここに天下三冠の随一を誇る上士官総攻撃の火蓋を切ったのであります。時に10月26日、かくして天下の剣もわが猛攻に今は支えきれず、ついに敵は回想し、小林部隊堂々の入場は行われました。この声遠く防空にも響けよと、万歳の叫びはしばし太鼓山脈を揺るがして届き渡りました。戦機全く熟して皇軍今ぞ決戦立てり上海戦線、ここに総攻撃の礼下る10月23日、海陸空一斉に猛然火蓋を切り、敵は我が猛攻に耐えかね24日朝ついに前線崩壊退却を開始する。かくして壮烈極まりなき追撃戦は江南の野に展開されました。上海の敵が最後まで頼んだ要害の地大城鎮こそは走馬灯クリークを前に控えた剣を無比の統治下陣地、今しも我が田の上海東部隊は皆内公平部隊の決死、人柱の橋を渡って敵前渡河に成功しました。